これまず、医療関係者の方って言っても、病院で働いてる方もいれば、うん、まあ、ご高齢の方の、まあ、介護みたいなのをされている、ね、福祉のお仕事をされている方からも聞いたんですけど、うん、はい、まあ、その方はですね、福祉の、関係の仕事をされている方で、うん、仮に、そうですね、かなさんとしておきましょうかね、うん、はい、そのかなさんが、まあ、お仕事の流れでいろんなお家に回って、はいはい、そこで、ご高齢の方のケアをするお仕事をされてたそうなんです、はい、で、その時もですね、お家に伺って、まあ、お風呂入れてあげて、ご飯を食べさせてあげて、で、朝はこれ食べてくださいねっていうことで、昼間の時間帯は家族の方が来られるお家だったので、お弁当だけ作って冷蔵庫の中に入れて、じゃあ何かあったら、この番号に電話してくださいっていうことで、ボタン一つで電話かけれるように設定した、呼気みたいなものを枕元に置いて帰るんですって、うんうん、でそうやっていろんなお家をバーッと回るんですけど、コロナが始まってしまったことで、うん、その、まあ、お家に伺うってことができなくなったと、うんうん、だけど、まあ、高齢者の方っていうのは毎日誰かしらとこう会話をしないとちょっとこう認知症になってしまったりとか、いろんな物事を忘れてしまったり、やったと思ったらやってなかった、なんならご飯食べてないのに食べたと思い込んじゃったりとか、うんうん、食べたのに食べてないって思っちゃったりとか、そんなこともあるので、一応こう皆さんの顔を伺うために、うん、iPad を支給してったんですって、うん、でお家いろんなところに iPad をこう各自のお家に置いてですね、枕の横にこうセットして、うん、で画面には丸い大きい赤いボタン一つポンと出てるような、はい、うん、画面をちょっと触ると赤いボタンが出てくるんですよ、うん、でそれをポッと押すと、その施設の方に電話がつながってテレビ電話が通話になるっていう形を取ってたそうなんですね。で、まあ、あるおばあちゃんがまあなんてことないのにしょっちゅうボタンを押してかけてくるんです。うん、でかけてきてパッと取るとベッドに横になった姿で、何してんのみたいな、うん、いやおばあちゃんと、時間になったら私たちがかけるから、緊急の時以外かけちゃダメだよって言うんですけど、うん、だって暇なんだもんみたいな、すごい元気なおばあちゃんなんですよ、うん、あそうな、わかるけどねって、私たちもお仕事だからって、ずっとおしゃべりはできないんだよってから、そっかって言って、またじゃあ時間ある時にかけてよって言って切ったりとかして、うん、よく電話をかけてくれるおばあちゃんがいて、そっから1ヶ月2ヶ月ってなった頃にちょっと嫌な連絡が来たんですよね、うん、そのおばあちゃんがちょっとコロナにかかってしまったかもしれない、うん、ちょっと病気というか、体調が悪化してるっていうお話が来てですね、大丈夫かなって心配してたんですけど、まあ1ヶ月ぐらいしたら、まあ、亡くなってしまったと、うん、で、あそうかと、まあ、よく喋ってたんでね、仲良かったし、いろいろもっと話したかったなぁなんて思いながら、うん、他のスタッフと一緒にかなさんはそのおばあちゃんのお家に預けていた iPad とか、まあ、そういうものを回収しに行かなきゃいけないっていうのが、まあ、1週間後に迫ったある日、その施設の中の iPad がプルルプルプルプルっと電話がかかってきてるような感じになるんですって、はい、あ誰か何かあったのかなと思ってパッて表示を見ると、うん、その亡くなったはずのおばあちゃんから着信なんですよ。あれと思って、もしかして、あご遺族の方がそうです、ね、これいつ回収しに来るんですかとかの確認で電話かけてきたのかなと思って、うん、その電話を取ってみると真っ暗なんですって、うん、真っ黒の画面の中でごそごそ音がする、うん、人の足音が聞こえたりなんか話し声が聞こえる、でも遠くの方なんですよ。なんだなんだ、こもった音がして何にも聞こえない、あれってなって、もしもし、もしもしって言うんですけど、全然返答ないんですよ。あれ間違いかなと思って切ったんですよね。うん、で、まあ、1週間後。で、取りに行くときに、この間電話かけましたよねって話を聞いてみると、あ、もう、おばあちゃん亡くなってすぐベッド周りのものは片付けたので、その iPad も含めて段ボールの中に入れて電源は切ってありましたんで、かけてないと思いますって言われて、うん、でも、かかってきたんですよって言って、って言いながら段ボールバッと開けて iPad を見てみると、もう残り電池が数パーセントで電源は入っていたらしいんですよ、うん、もしかしたら消し忘れかもしれない、もしかしたらもう不具合でかかったのかもしれないけど、かかってきた時間はおばあちゃんがいつも急に電話をかけてきた時間と一致していたっていう、話を聞かせてもらったんですよ。で、あもしかしたらじゃあおばあちゃんお話ししたなかったのかもしれないですねなんて話をして、
まあ、この話、まあ、あの介護士の方から聞かせてもらったんですけど、うん、これまた別の、まあ、土地というか、まあ、これは北海道で聞かせてもらったお話で、その方はですね、まあ、仮にのりこさんとしておきますけど、うん、そののりこさん病院で働いている方なんですよ。で病院でやっぱりこうちょっとこうなんていうんですか、ナースコールが鳴るとか、はい、人影を見たとかっていうお話でよく聞くから、うんうん、そんなことあるんですか、はい、って聞いてみたんです。そしたらやっさんもう日常茶飯事、うんうん、めちゃくちゃありますよって、うん、もうあの部屋からしょっちゅう鳴るとか、もういわくの部屋もう時間帯よくあります、うん、あそうなんですか、あじゃあもう慣れたもんなんですねって言ったら、慣れたもんというか、まあ、新人の子たちはビビるけど、まあ、1年もしたらみんな慣れますよね、うんまあ、そうですよね、まあ、職場の人間がしょっちゅう変わるような職場でもないですから、うん、あみんなもう慣れっこですよ、あそうなんですねなんて話を聞いてたら、ただねこの間ちょっと不思議な体験をし てえそんな職場で、そんな職場で不思議な体験なんですよ、うん、何があったんですかって言ったら、それも、個室で入院されているおばあさんのお話なんですけど、はいはい、そのおばあさんよくおしゃべりするそうなんです、はい、でベッドに横になって、ベッドの左側にちっちゃな手洗い場みたいなのが、はい、洗面台がついているそうなんですよ、はい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 、でそこの横にちっちゃいカップの中に入れ歯をいつも入れてあって、まあ、看護師の方とかがバーッと来ると、うん、慌ててそこから入れ歯を取って口にパコってはめて、うんうん、今日のご飯は何なのとか、うん、喋ってくると、はい、あんな慌てて入れ歯なんて入れなくていいですよ、だって入れ歯ないと喋れないんだもんとかって言って、うん、本当気さくなおばあちゃんで、うん、でも来るたんびにいろんな孫の話だったり娘の話だったりいろんな話を聞かせてくれたらしいんですね、うん、でそのおばあちゃんがある日ちょっと体調が優れない日があって、はい、で、まあ、ご高齢なんでね、風邪一つでもちょっとまあご家族の方に連絡をして、うん、一応何があってもいいようにって覚悟してくださいねっていう連絡は入れなきゃいけない。で連絡をしたら、まあ、案の定ちょっとこう肺が、ダメージを受けてしまってたのか、うん、そのまま亡くなられてしまったらしいんですよ。だけどその間もすごいたくさんいろんなお話聞いてたので、なんかこう自分のおばあちゃんじゃないけどこう感情が入ってしまったのか、すごく寂しかったんですって、うん、でその方が、まあのりこさんが夕方出勤してきてすぐにナースコールが鳴るんですよ、うん、まあいないはずのおばあちゃんの部屋から、あれおばあちゃんのご家族ってどうなった、あもう午前中には来て、お部屋の掃除終わらせて帰ってきましたよって、うん、あじゃあおばあちゃんもしかしたらまだ残ってんのかなって言いながら切ったんですよね、うんうん、はい、そしたらすぐ鳴るんですよ、あれまた鳴ってるっつって、うん、もうおばあちゃん話したいのはわかるけどねっつって切るんですよ、また鳴るんですよ、あれ今日多いね、うん、まあ、普通に不具合とかだったらおばあちゃんがいる時から鳴るはず、うん、押してないよって言われても鳴ってたはずなのに、うん、やけに鳴るとめちゃめちゃ鳴るな、もうこんだけ鳴るんだったら部屋を一回チェックしないといけない、はい、懐中電灯を持って、まあ、夕方なんで薄暗い中バーッて行くんですよ、あの下の線とか見なきゃいけないんでね、はい、でバーッと行ってガラガラって部屋開ける、そしたら、まあ、夕方の西日が入ってる部屋の中ですっからカーンとしてるんですよね、おばあちゃんもいないし荷物もないしやっぱ何もないよなって、でナースコールの線バーッと辿ってっても何もない、うん、やっぱ不具合かな、なんかあったのかなって思ってふっと見るとその洗面台の横にちっちゃなカップが置かれてるんですよ、はい、あれと思ってパッて中覗いたら入れ歯入ってるんですよね、うんうん、あこれ忘れてったんだって思って、うんうん、なるほどねと、おばあちゃん喋りたいんだ、喋、うん、りたいけどこの入れ歯がないと喋れないから、うん、これが欲しいって言ってんじゃないかってなんとなくピンときたそうなんですよ、はい、でこれだと思って、ナースセンターというかそこに戻るとまだ鳴るんですよ、鳴るなと思ってそれを止めた時にその入れ歯を持って、おばあちゃん大丈夫、この入れ歯はね明日ご家族の方に連絡して持って帰ってもらうからちゃんと喋れるようになるからねって、うんうん、ナースセンターで言ったらしいんですよ、はい、そしたらピタッとそのナースコールが鳴り止んだっていうお話、いやね、
バーの作りっていうのが、まあ、カウンターがあって、カウンターにまあ7人ぐらい座れてみたいなカウンターがありまして、で、テーブル席が3つほどあって、はい、その奥に、個室がある、はい、で個室がちょっと広めになってて10人から15人ぐらい入れるっていうところなんですけど、うん、でそこにフロアにはフロアでカラオケが歌えるような設備があって、うん、で個室は個室で独立したカラオケがあるんですね、はい、でその働いた頃から出るよって話は聞いてて、うん、でそのおかしなまあベタな話なんですけど、うん、おかしな現象っていうのが、はいはい、朝というか、出勤時点で全部電気つけたらカラオケが音量マックスになってたりとか、あとお客さんいないのにそのピンポンが鳴ったりとか、ピンポンっていうのはその個室はこう押すタイプのピンポンがあってっていうのが、誰もお客さんいないのにピンポン鳴って、え今いないよねとか結構頻繁に起きたりするお店だったんですね。で僕自身もそのちょっと見てて、ではっきりは見てないんですけど、例えばその僕今こうまっすぐ見てるじゃないですか、でノブさんたちがこう視界に入ってるじゃないですか、その目はそっち見てないけど視界には入ってるっていう状態あるんですよね、はいはい、っていう時に、はい、その、どう言えばいいのかな、これ絵で描きたいんですけど、うん、まあ、カウンターの端っこの方に僕の大体定位置っていうのがあって、はい、そこに大体その店長だったりとかいるんですけど、はい、するとその正面の方の視界に、個室の、曲がったら個室っていうその曲がり角が見えるわけですよ、はいはい、でその曲がり角のところっていうのはお酒を置いてる棚のせいで見えなくなってるんですけど、うん、その棚のあたりから黒いのがこうやって覗いてるんですよ。それを視界の中に、はい、こう視界で感じて、であれって思うから、動くからあれって思うじゃないですか。でパッてこう視線を向けると、それがちょうど綺麗にってこう隠れるっていうのがよくあったんですね。でそういうのを違うタイミングでいろんな人間が見てて、でやっぱりいるよね、まあ、そういう情報も共有するから、うん、やっぱりそう意識しちゃってそういう風に見えちゃったり、うん、影の具合、あとカラオケの、モニターとかが店内にこういくつかあるんですけど、それで MV とかを流してるんで、うん、まあ、そういうののちらつきとか反射とかがそう見えてるのかもね、でもおかしなことが多いから、うん、まあいるんだろうねぐらいのもんだったんです、はい、でもこれはっきりいるんだなってまず1個目思ったのが、川口さんいるじゃないですか。はい、はいはい、川口秀幸、はいはい、川口さんが結構その、まあ、仲良くさせてもらってるんで、うんうん、手伝わせてよバイトでみたいな、はい、で、まあ、取っ払いであげれたんで、うん、じゃあこの日お願いしますねっていう感じで働いてくれてた時期があって、その時にまあお客さんがいなかったんですよ、その日ゼロで。で川口さんとそれこそ怖い話の話したりとか、こういうこと言ったんだよねとか、あの人もチャンネル持ってるからこういうとこ行ってきたんだよって僕も好きなんで聞いてたんですよ。したらその話をしてる間にその例の現象が起きて、で僕あって思って、で川口さんの方見ながらだったんですけど、あって思ってあって言っちゃったんですよ。で川口さんもそういう話好きだから、その別に怖がんないから、はい、見えた瞬間に別に普通に言ったんですよ、あって言ったら、したら川口さんも同時にあって言って、えですよね、って、うん、で結局同時にその黒いのがこうやってこっちの方見てて、であって思ってパッて見た瞬間にさっていうのを2人同じものを見ちゃったんですよ、あこの時点ではやっぱりいるはいるんだなっていう話になったんですね、はい、でこれちょっとノブさんにも話したかもしれないですけど、はいはい、そのお客さんの女の子2人と話してる時に、はい、何話していいか分かんないかなって時に、その僕は結構怖い話をしちゃったりして、はいはい、でしたらうち1人がその霊感がある事象、うん、でもう1人の子は聞きたい聞きたい、そういう話好きで霊感あるからちょっとそういう話は霊寄ってくるからっていう感じのこの2人組に、まあ、まあちょっと半ば強引に怖い話をさせてもらって、うん、でも寄ってくるから話さないでっていうところを強引に話したんで、まあ、2,3 個怖い話した時に、えどうなの、お化け来てんのみたいな、うんうんうん、いう話をしたんですよ。したら、あいますみたいな、いますねみたいな、どこにいんのみたいな、したらそことそこにいますみたいな、こうやったりはしないですけど、そことそこにいますとか言って、で、まあ、現にその、まあ、その時いたのは生き霊だったんですけど、まあ、僕のその時のなんか嫁的な、ね、今の嫁なんですけど、の情が生き霊となってきてて、でそれを奥さんの生き霊が高橋のところに来てた、はいはい、みたいな感じで、なぜなら容姿をドンピシャで言い当てられて、こういう見た目でしょっていうのが、じゃあこの人は見えてるんだっていう人がいるっていう、まず現地も取れちゃったんですよ。で、まあ、明らかにこの店には何かしらがいるんだねっていう話になって、ただその悪意のある例じゃないんですよ。
っていうのが個室にずっといるんですけど、そのなんか何やってんだろうってこう見たりとか、 あと気づいてとか、うん、そういう系の悪さをするんじゃなくて、なんかアピールをしてきてるだけで、はい、うん、その害をなしてこないものだから、まあ、こっちとしても別に悪さするわけじゃないから、はい、あとなんかそのお店とか芸能でも何でもついてる方がいいっていう話あるじゃないですか、うんうん、座敷わらしみたいに、そうね、はい、だからいる分には問題ないし、こう守り神じゃないけど、まあまあまあいっかっていう感じでいたんですよ。ただ見えたら怖いから、見えた瞬間にうわーとか言ったりとかしたんですけど、っていう時にその一回個室でお客さんが飲まれてて、個室以外使ってなくて、でそのお客さんが帰られたんですよ。となるとその掃除をしに行くわけですよね、グラスを下げたり。でアルバイト2人と僕っていう状態でお客さん全部帰りました。で個室し、バイトの1人が掃除しに行ったんですよ。したらまあその曲がって個室っていうところに入った瞬間にうわーって言いながらブワーって走っても逃げてきて、どうしたって言って、まあその時点でピンと来てるから出たかみたいな、したら出ましたって言って、どんなんどんなんって言って、したらあの個室に入る結構重めの棒の扉があるんですけど、でその奥は鏡張りの個室で、そのドアのところから手だけ出てこう手招きしてたんですよ。で細い青い手で手招きしてるってなって、でそれで怖くなってブワーって逃げてきて、まあまあすぐそこの距離なんですけどね、グワーって来て出ましたこうでしたっつって、でうわ出た今までと違う形だって、この手招きってなかったんで、うわーとか言って、で僕はピンと来たんですよ。あちょっと待ってくれと、この協力的なやつで今まで見てるだけなんだけど今回呼んでると、呼んでるね、はい、絶対忘れ物だぞっつって、絶対お客さんなんか忘れてるって言って探すぞって3人で探したら、ソファーのこういうところに時計1個押してて、うーわーみんな鳥肌、うーわーやっぱりなー教えてくれたんだ。でお客さんバーって戻って、ダッシュで追っかけて時計押してましたって言って、ありがとうみたいな。へえ、怖いかどうかっていうのはあれなんですけど、なるほど、協力的ないい人でした ね、はい、性別とかはちょっとわからないけれども、めちゃくちゃいいよ ね、多分女性だと思うんですけど、手のその細さとかその情報をいろいろ加味すると女性の霊がいて協力的にっていうのがいましたっていう。なるほどすごいな。じゃあもう完全にあれやね、なんかそのやっぱりさっき高橋も言ってたけど、幽霊がいる店ってやっぱりなんか商売繁盛のね、意味があるけど、すごいね、なんかこう高橋聞いてた時はすごいお客さん結構来てくれるような、結構ありがたいことにバーだったんで、だからなんかピンときたというかね、やっぱそうなんやなって思いました。悪いんじゃなくて、いやいやここ今ほら忘れてるから気づいておいでって言って教えてくれて、トラブルがなくて済んだみたいな、済んだっていう。これはいや、これせっかくやからさ、そういうねお客さんとかに絶対してた、ちょっと鉄板のお話、あ絶対ある、これは絶対ある、怖いし、これは聞きたいみたいになった時ね、フィッシュオンする時、はい、フィッシュオンちょっともらわないと、聞かせる時、基本的にそのバーでする怖い話ってみんな酒飲まなくなるし、集中して聞いちゃってうわーで盛り上がらないからしないようにはしてたんですけど、これでも福田っているじゃないですか、福田がどっかで話してる可能性あるんだよなっていう、福田と同時に聞いて、まあお客さんの話なんですけど、その子が経験したお話っていう、これ聞いてたらあのもう一本別の話すんで、あのあれしてください。僕のそのお客さんのつながりで知り合ったコスプレイヤーの女の子がいて、その子がまあそのやっぱりいろんな編集の方とか、そう業界の方とかと知り合うらしくて、でその方から聞いた話なんだけど、まあ、いいにそうか分かんないけどちょっと話すねなんて言って教えてくれて、まあ、ある男性が、まあ、東京から大阪の方に、まあ出向かなんかでこう仕事で行かれて、で仕事が終わってで帰ろうとして、でその、まあ、僕はちょっと大阪詳しくないんであれなんですけど、その乗り換えのためにちょっと何百メートルか歩く、で電車とかバスとかタクシーとかじゃない、もう歩いたら行けるでしょこの街とまっすぐみたいなとこがあるらしいですよね。でその乗り換えのためにそっち行こうと思ったら、ついついておじいさんが困ってらしたから、あの声かけたらしいんですよ、大丈夫ですかみたいな、どちら行かれるんですかつったら、自分が行こうと乗り換えようとしてた駅に家族がいて、そこで待ってくれてるから乗り換えのためにそこに行こうとしてるんですっていうおじいさんが言うんですよ。であじゃあ僕もちょうどその駅まで行くんで、あの一緒に行きましょうと、あのよかったら、あの道案内しますよっていうの で、ありがとうございますって言って、こういうね杖をついた状態のおじいさんと一緒に歩き出したらしいんですよ、まあ、数百メートルですよ。したらそのおじいさんがその道の途中でピタッと止まっちゃって、どうしたんですかみたいな、
あのすいませんこの道使いたくないですみたいなこと言うんですって、うん、どういうことみたいな、はあって言って、でもまっすぐ行くだけなんですよ、うん、でもまあまあでもそういうんだったら、まあ、じゃあ違う道で行きますか、うん、って言ってこうまっすぐ行けばいいところをこう一回左折して、うん、で右折してって言ってこう迂回してわざわざこう行ったらしいんですよね、うん、したら嫌がんなかったん で、うん、で普通にそういう風にこうぐるーんと回って駅に着いて、で自分も乗り換えで駅に行く、でおじいさんは家族待ってるから、もうおじいさんはその家族に引き渡してというか、はいはいはい、で家族の方からもあすいませんありがとうございますっていう話になって、いえ全然全然ちょうど通り道だったんでって言って、で感謝されて解散したらしくて、でそのまま東京に帰ったらしいんですよ。会社に出社して、で同僚の方にね、こういうことあってさ、まあそういう編集だったりその出版関係なんで面白いことあったらやっぱり共有したい気持ちだったらしくて、こういうことあったんだよね、変なおじいさんだったわ、はい、まあ、変なおじいさんだったなぐらいのもんの話をしたらしいんですよ、うん、でその日終わって次の日出社するじゃないですか、はい、で朝会社に着いたら、うん、ざわざわしてるんですって、うん、その編集部というのが、うん、でテレビとか見ながらみんな食い入るように、みたいなしたら、あ来た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 話するんですって、うん、でどうしたんだろうと思ったらもう自分のことをみんな待ってたらしくて、で昨日話したやつが、お前昨日この話してたじゃん、うん、この話って何みたいな、何があったのって言ったら、これ昔僕ちょっと分かんなかったんですけど、大阪で地盤沈下かなんかで、あのニュース多分調べたら出てくるらしいんですけど、はい、その場所でガーンって地盤沈下で、あの道が全部ボーンと落ちちゃった事件、大事件だったらしいんですよ、はいはいはい、だったらしいんですよ、うん、でまさにその日の朝にそこがバーンって落ちてニュースになって、で中継で今こうこうこうでって言って、大阪のその場所がレポーターの方が行ってっていう中継されてたんですって、でそれでその方は昨日おじいさんに、お前ここちょうどさ嫌な予感がするって言って避けてったところじゃんって言って、本当だってなったらしいんですよ、でお前このおじいさん今連絡取れないの、絶対その予知の力があって目が見えないけど他にこう第六感が成長した方でそういうのが見えたんだよ、多分何か違うものを感じ取ってここは通りたくないって言ったんだ、うんうん、っていうことで、あの 予知の力がある、だからあの人なんとか、連絡取れないかっていう話をしたらしいんですね。ただその編集の方、現場にいた方は、うんうん、いやそんなはずない、うん、あの人は絶対別にそんな力はない、全然認めないんですって、うん、いや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 、だってこの状況を見てみろよって言って、そういう方でこれを予知してあそこを避けたに決まってる、そんな不自然な話ないよって言うんだけど、絶対違う、そんなはずない、認めないんですって、なんでだよってで話でポロッと言ったのが、その家族にこうそのおじいさんを引き渡してありがとうございましたってなった時に、おじいさんがポッと言った一言があって、そのおじいさんがすいません助けてくれて、あなたも足が不自由なのにって言ったんですよ。その方は全然足不自由でもなんでもないんですよ。ってことはそのおじいさんに予知の力があるってことを認めてしまった場合、今後その人の足に何かあるってことを認めることになっちゃうから、絶対あいつに予知は、あの人に予知の力なんかない、認めるわけいかないって言ったっていう話。私と横澤さんはもう3年ぐらい前からしょっちゅうあの場所でコックリさんをやってるんですね、はい、で初め横澤さんはやっぱ横澤プロダクションで高齢術をやると、あのとんでもないことが起きる可能性があるから、うん、絶対にコックリさんやらないでほしいって言われてたんですけど、うんうん、もう初めてやった時に本当に天井が落ちそうになってきて、うん、もうガタガタガタって揺れて、うんうん、あの一部ちょっと壊れたりした、うん、したので、はい、やっぱりやばい行為だとは思ったんですけど、うん、会話がやっぱすごい成立するってことも同時に気づいちゃったんですよ、うん、で横澤さんもそれ見ててコックリさんすごいなってなって、で、あんだけ私にすみさん、こっくりさん本当にやめてくださいよって言ってたのに、うん、もうその後から私が行くたびにすみさん、こっくりさんやりませんかってはまりだしたはまりだして、うん、で、もう毎回行くたびにこっくりさんをやりまくり、うん、あの多分今現在で累計多分300から500体ぐらいと会話してるんですよね、もうちょっと重なってる部分もあるので、うん、あるし、まあ、ちょっと会話しただけで帰っちゃう例もいるので、まあ、300から500ってちょっと幅はあるんですけど、間違いなく300体以上はやってるんですよ、うん、で、うん、でこあの横澤さんのハマりっぷりってやっぱすごくって、はい、初めは私と2人でやるっていうことをずっとやってたんですけど、うん、もう個人的に一人こっくりさんやるようになったんですよ、うん、一人こっくりさんってさ、うん、
聞かないじゃん。聞かないです。あれはだってあの誰かとやるから動いたっていうね、そうそう、あの立証というか、うん、一人だと別にどうなるもできるやんと。横澤さんそれ、はい、あんた動かしてるよってなっちゃうじゃん。そうですよね、はい、だから、はい、一人国会さんってさすがにどうなのかなっていうのは私も思ってたんですけど、どうやらいろいろ話が合うんですよ。ほう、あの一番最初に驚いたのが、前作の三茶のポルターガイストっていう映画の撮影の時に、うん、あのまあ、それは2人でコックさんやってた時なんですけど、撮影スタッフの男性たちが気に食わないから外に出てほしいっていうのがコックリさんで出たんですよ。コックリさん柄の要望と要望で、男性は外に出ろ、はい、で横澤さんは残っていいと、はい、でスタッフたち全員外に出たんですけど、はい、急に一人だけ名指しで〇〇さんっていう人なんですけど、はい、〇〇こっちに来いって出て、なんかそんなのよ、こっちに来いみたいなのが出て、名前が出たって。でしかも横澤さんその人初めて会うスタッフさんだし、そんなに名前も覚えてなかったはずだし、私も押してたりしないんで、あれって思って、でそのスタッフさんを前の方に呼んだら、お前今日浦和で洗濯してたって出たんですよちょっと面白い、埼玉でではなくな浦和でっていう言い方なんですね、はいはい、それがバッチリ当たってたの。浦和で洗濯してコインランドリーにいたって、なるほど、でそれ毎回コインランドリーに行ってるわけじゃなくて、2週間に1回とか3週間に1回しか行ってないし、たまたま、誰もその人が住んでる場所なんて知らないんですよ、マジでその場にいた人、はい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 、でまず最初にそこで、あ、これやっぱり当たってんなって思ったんですけど、その後横澤さんの一人こっくりさんとかで、はい、幽霊が降りてきて、人を殺したことがあるとか出てきて、霊が、はい、でやばい霊が降りてきたなみたいな話になって、そしたらどこでそんな人を殺したんですかって聞いたら、近く三茶ですかって聞いたら、三茶です、はい、でどんな事件ですかって言ったら、警察刺した、叫び声とか出てきたんですよ。で、ってなって、そんな事件あんのかなって、みんな知らなかったんです。で、名前も、ちょっと後から横澤さんの一人こっくりさんで聞いてもらって、で、そういう事件があるかどうかって調べたんですけど、調べてたら、その警察を刺したっていう事件はあったんですよ。ものすごい叫び声とともに。でも、そのニュースは出てたんですけど、名前が出てこなかったんですよ、刺した犯人の。おそらくなんか精神的な疾患とか抱えてる場合って名前伏せられるじゃないですか。それが原因で書かれてないなっていうのがあったんですけど、その後 SNS とかでもこの事件について知ってる人いますかみたいなことを私が聞いて、でようやくたどり着いた結果、横澤さんが言ってた名前と完全一致。嘘でしょってなるじゃないですか。そうなんだ。こういうことが頻繁にあって、極めつけはまたこっくりさんやってる時に、最近の世界情勢とか、あと日本の未来について聞いたんですよ、災害とかどうなるのかな、2025年とかどうなるのかなみたいなところで、未来どうなりますかって聞いたら、急にイラク人ですっていう名乗る人が降りてきて、イラク人、はい、でイラク人みたいな、で戦争が始まりますとか言ってるんですよ、でもその私たちがコックリさんやってる時は、ウクライナとロシアの問題が一番クローズアップされていた時期で、中東の血の字も出てきてない時期なんですよ。でイラク人が中東で戦争始まる、第三次世界大戦になりかねない、とても大きな戦争だって思う、完全に出てきて、で私と横澤さんは、いやちょっとこの人的外れてるな、今ちょっと、ロシアなんだよねみたいなこと言って、お帰りいただいちゃったんですよ、ちょっと変な人が来たなと思って、イラク人返して、その9日後にハマスがイスラエル侵攻した。あれも聞いておけばよかったですね。そう、本当なんで返したんですか、なんで返したんですか、だそんなんさ分かんないよ、向こうも心外でしたよ、きっと。俺知ってるのにみたいな、教えてんのに、こっからサビ、こっからサビやから聞いてってみたいな、なんかもう細々したことを入れると、はいはいはい、もっともっといろいろこっくりさんでいろんなことが分かりそうですね。そう、分かるんですよ、なるほど。で横澤さんに、じゃあこれこっくりさんで、幽霊ともう完全にコミュニケーションあなたできているので、
ちょっと死後の世界とか、うん、そういうことについて聞いてもらえませんかと。で、あともう一つ気になってたのが、うんうん、横澤さんだからその予言的なこともよく当てるんですよ、うん、そのイスラエル信仰もそうなんですけど、うん、幽霊から聞いて当てたってことになるんですけど、その他でも 3.11 の時に、うん、あの生徒さんが、3.11 の数日前に、うんはい、ディズニーランドに卒業、うん、旅行かなんかに行くみたいな、うん、卒業記念かなんかで、はい、みんなでディズニーランドに行くみたいな話をスタジオでしてたんですって、はいはいはい、でその時に横澤さんがいつ行く の, 3月11日っつって、うん、そしたら耳元で、うん、行かない方がいいって聞こえてきたから、うんうん、生徒さんにいやあのディズニーランドは行かない方がいいよって言って、って言ったら、うん、その生徒さんがやっぱりもう行くんだみたいな感じで盛り上がってたのに、はいはいはい、いきなりそういう空気になっちゃったから、うん、ちょっとなんか不満を言ってしまって怒っちゃったんだって、はい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 、でだから横澤さんもまあ仕方ないな、うん、でもなんか聞こえちゃったから気になるなって思ってたら、うん、3.11 でディズニーランドなんて液状化で大変なことになりましたから、うん、そうですね、でその後々生徒さんに、うん、先生の言うこと聞いておけばよかったってって言われたって、でこれみんな生徒さん聞いてるんですよ、そのやり取り。あ、なるほど。で確かにああいうことあったよねって、で横澤さんその時地震とまでは分かんなかったそうなんですけど、でもあの3月11日はなんかあるなっていうのはもう気づいてたんですって、はいはい、でそれ以外にも、うん、あのコロナも当ててるっていうか、うん、なんか感じ取ってて、うん、2017年に横澤プロダクションのホームページを変えるっていう時があったんですけど、うん、その時に横澤さんがなんか、生徒たちの、まあ、ランクというか、うん、まあ、先輩と、最近入ったことをいろいろ分けて、うん、いろんな、分けて表示させて紹介していこうって考えたんですって、うん、でその時につけたその分け方が、うん、パンデミック、ワールドパンデミック、なんとかパンデミック X みたいな、うん、もうパンデミックって文字が流行るって気づいて、である時パンデミックっていう文字が降りてきたから夜中にスタッフの子に電話して、うん、で必ず近い未来にパンデミックっていう文字が流行るよ、だからそうパンデミックで区分けしてってお願いしてるんですよ、うん、でそれ聞いた彼女も、うん、なんでパンデミックってなったけど、うん、もう横澤さんが聞かなかったから、うん、そういう区分けにしたと、うん、なるほど。でその後それは2017年なんですけど、2019年に入ったら、はい、横澤さんがもうちょっと今年か来年から海外に行けなくなると思うから、うん、先に海外に行っておくって言って、うん、ニューヨーク、フランス、インドって行ってんの、うん、スタジオ休んで、はいはい、うん、家族も連れて、はいはい、なるほど、行かないでしょ、行かない、ね、経営者が、ね、ものすごい長い期間しかも、でそれはもう生徒たちに、で海外行けなくなるよって言ってるんだって、うんうん、これもう当ててるじゃないですか、うん、だから、まあまあね、横澤さん本人が初めからもう予知能力があって、うん、でその人がコックさんやって、うん、ちゃんとファクトチェックっていうか幽霊と整合性を取ってったら、うん、かなり確実なことが出るんじゃないかなと思いまして、うんうんうん、この死後の世界の本には、はいはい、我々が死んだらどういう場所に行くのか、はい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 、そして今後未来どうなるのか、うん、2030年まで、うん、一応コックリさんで聞いているんです。2030年まで聞かれてるんですか、はいはい、6年後6年後まで聞きました。じゃあ2025年の日本滅亡説は回避できるんですか、はい、横澤予言では、横澤予言では、そういう言い方になりました。横澤予言聞きましょう。2025年は水害なんですよ、はあ、まああれ津波が起きるっていう話なので、うん、水害っていう点ではちょっと重なってる部分はあって、はい、大きめの水害は起きるって言ってるんですけど、うん、一番日本のバランスが崩れたり、うん、その地震が起きやすいのは2028、え2028、はい、で私そのはは私も2025年説とか言ってますし、うん、周りの方でもやっぱり2025年が危ないって言ってる人とても多いので、うんうん、横澤さんに、うん、いやちょっと2025年が危ないんですよと、大丈夫ですかこれって、大多数の意見でそう、はいはいはい、ね、言われてますし、てて、ちょっと2025も危ないってことですか、はいはい、しといてもらえるささやき狼みたいにこう
先発切っちゃうね。しときましょう。25万危ない切りなさい。やったんですけど、はい、いや何かやっても2028って出るっていうからもうそのまましょうがないですよね。もう完全にそのまま書きました。そのこっくりさんで出た内容をもう私のその助言とかは一切抜きまして、はいはい、あの横澤さん予言ということで書き記したんです。すごいっすね。ね、本当に横澤さんはその、うん、横澤プロその、はい、建物の中でこっくりさんをしないと、うん、その予言みたいできないですか。他のところで例えば家でこうやってとかは多分できます。でも横澤プロダクションの方がやっぱり磁場というかその霊が集まりやすい環境が整っているのでやっぱり一番いい場所だと思いますね。スミさん的にはやっぱその何回も行かれてると思うんですけど、どんな空気感と言いますか、どんな感じなんですか。いや横澤プロダクションですか、はいはい、いやはいで、うん、しばらく経つとちょっと初めは頭痛とか酔いますね、うん、今は慣れてきたんですけど初めの頃は行くのが結構嫌だったんですよ、うん、でももう明らかに体調変わるんで、はい、うん、1時間30分、はいはい、1時間っていると。でこれは変わんない人もいるし、うん、全く何も感じないっていう人もいるんですが、うん、そんな人ですら幽霊というか物が動いたりとか声が聞こえ始めるその予兆があるんですよ。その予兆は誰でも分かる、うん、来たっていうのが どんな予兆なんですか。雰囲気なんですかそれは。圧が変わります、ね、圧が、はあ、部屋の温度と圧が一気に変わるんですよ、なんか空気が全然変わる、はあ、でもそれ分かるでしょ心霊スポットとかでも、まあ、なんとなくなんとなく、うん、ここ違うなっていうのは、はい、違うな。ノブさんはなんとなくっていうよりかビンビンわかるでしょ。いやビンビンわかんないですけどね若干ですけど、わかりますよね、うん、あれがもうあからさまにきますね、うん、だから初めて来て何の霊感ない人でも、うん、あれみたいなことを言い出して、うん、でその後お線香の匂いがし始めて、うん、もう順番が決まってるんですよ。あ、決まってるんですね。はい、線香の匂いがブワーって充満して、うん、で一旦その線香の匂いがパッて消えたりする、うん、そうすると鈴の音がシャンシャンとか聞こえ始めて、はあ、で、あ、来た来た来たってなって、はあ、で、おそらく大体がホワイトボードが次揺れ始めるっていう、はあ、パターン決まってるんですね。必ず決まってます。もうパターンが決まってて、でホワイトボードが揺れた後に何が起きるかはちょっとまた全然パターンが違うんです、うん、違うけど、うん、その日のお楽しみ、その日のお楽しみそうホワイトボードまでは本当決まってる、すごい、ほぼほぼ決まってます。まあイレギュラーもあるんですけど、はあはあ、それこそこの、はあ、本の制作してる時に角川から出すんですけど、はいはい、まあ、角川の窓口になってくれてる編集者の方もいらっしゃって、はい、一回その横澤プロダクションに挨拶に行ったんですよ、はい、でその時はもちろんカメラも用意してないし、うん、何も撮る気ないんですけど、うん、打ち合わせしてる最中普通に夜の、7時ぐらいでしたけど、うん、鉄製のむちゃくちゃ重い譜面台がスーッて、スライド、人間でもスライドはさせるの難しいですよ、うん、こうやって持って移動させないと、はい、ガタガタガタってなっちゃうんですよ、うん、それがスーッて動いてった後に、やっぱりホワイトボードがガタガタガタって揺れて、でやっぱ編集者の人もなんやないなみたいな、なんやねんなめっちゃなまってるやん編集マン、あまりの驚きなんやねんなって言ってたっていうことはありましたね、うん、でも何度も言ってるからちょっと、はい、慣れちゃったんですか。スミさんはもちろん慣れてます。もちろん激慣れしてて、はいはいはい、ちょっとやそっとじゃもう驚かない、もうだいぶ驚かない、線香の匂いぐらいじゃあまだまだまだ、まあ、来いや来いやそういう感じなんですね。まあですし、ただもう極限までそれを煽り立てまくったのが映画なので、うん、はい、そこではさすがにちょっとドン引きするような、うん、現象はたくさん起きましたね。なるほど、初めて見る現象がいっぱい起きたので、こちらいつ公開ですか。6月21日です。6月21日、はい、もうすぐですね、はい、でこれね前作の時も映画館で線香臭くなったりとか、はいはい、うん、あと椅子揺らされたとか、うん、むちゃくちゃ報告受けてるんですよ。そうなんですか。はい、なので、はい、今回はさらに多分やばいと思いますね。で、すでにこの映画の告知のために、イベントで映画でも行った降霊術っていうのを、披露したことがあるんですけど、その会場でも線香臭くなってるんですよ。外ですよ、外で。いや
不思議よね。区外でそんなことはなかなかないでしょうね。はい、カルトとか、あの一回あの行方不明になった子供を、はいはい、なんかこう霊視、その何だろう、年始で見つけるっていうのを日本で、はいはい、あれ誰だったかな、ね、後でちょっと思い出せない、ね、クロワゼットだったかな、ね、はいはい、じゃないかな、まあ、あで結局本当に数日後に、はい、なんかその川かダムかに浮いてるその、はい、その子の死体が、はい、見つかって、それがテレビで放送されたんですよね、はい、それはリアルタイムで見てたんだけど、でこれは誰も知らない、誰に言ってもそれを知らないって言うんだけど、実はそれがまあほぼ封印映像みたいになってるんだけど、一度かだっけかな、再放送されたことがあるんですよ。あ、そうなんですか。でこれ僕の記憶で言います。でね、ある時に新聞のところにね、そこだけ何もないの、何時から何時まで。え、テレビ欄のとこも何もない。はいはいはい。何もない。はい、何もないんで、何、はい、だろうと思って見てたら、その死体を見つけた年始の、はい、再放送だったの。何これ。と思って、はい、あれじゃんと思って。はい、うん、でも当時 SNS とかもなかったから、はい、そうですよね、見たって言っても、いや見てないとか言って。不思議。ただこれは僕の記憶の中なので。はい。はい、その事件自体がもしかしたらなかったのかもわからないし、 あるいは本当に、うん、読売新聞だったんですけど、うん、探して探して見て、その空欄があったら、その時にどういう意図かわからないけれど、その時に突然再放送、でもそうやったらちょっとありそうな気もするけどな、なんかね、まあね、でも確かにね、テレビ欄で空欄なんて正直ありえないから、なんだろうって逆に覚えてるってこともありますよね、あんなインパクトある。皆さん、そういう話でちょっと子供の頃の、はいはい、これ今ネットでもちょっと話題になってたんで、はい、僕子供の頃に、はい、ね、僕の記憶では、はい、夜だったんですね、はい、夜のテレビで、はいはい、人体切断のマジックをやったんですよ。はいはいはい、それマジックなんですね。そうです。はい、で女の人が出てきて、はいはい、でこう寝かせられて、はい、白い布が、はい、でウィーンって伝統の小切りみたいなもので切って、ね、結構えぐく、あの血とか、はい、なんか肉とかが飛ぶんですよ。はいはい、でうわーと思って、何注文流すんだと思ってたら、はい、その女の人がたらーって鼻血を流し出して、はい、で、あ、鼻血出ましたねって、その顔にティッシュを乗せた。で、そのティッシュに赤い血がたーってなって、はい、そこでコマーシャルになって、そのまま番組が終わったんです。怖っ。でも、それは僕の子供の頃の見た記憶なんで、はい、その後元気ですよってやったんじゃないかなと思ったんだけど、最近ネットとかで、兄さん、自分も見た、はい、それをっていう人がいるんですよね。ネタバラシしない、ただ血や肉が飛んで終わったっていう、そうですね、失敗ですもんね、いわゆるね、衝撃映像みたいなことになっちゃったってことですよね。でも一案で言うと、はい、一つの説で言うと、当時そういう残酷エログロショーみたいなものがあって、はい、で本当に切断した手で終わるっていうのがあったんじゃないかと。テレビ的演出としてそういう残酷なので終わらせるみたいな、うん、昭和40年代か50年代なので、コンプライアンスもあったもんじゃないので、まあ、そうですよね。すごいですね。幼い頃の記憶ってなんか不思議だったりして面白いですね。そうですね。大家さんはあのすごいオカルトが好きなことはすごい、もう我々もですね、十分わかるんですけども、うん、なんかご自身で不思議な体験ってなんかあったりするんですか？いや、ないことはなくて、はいはいはい、本当にビリーバーじゃないんですけど、はいはい、でも見てるんですよ。ほうほうほう。小学校2年か3年生の時に学校から帰ってきて、昼です、はい、で学校から帰ってきて、まあ昭和の家だったので、はい、一軒家でね、はい、玄関鍵が開いてなかったんで、裏庭に回って、はい、庭に回って、はいはいはい、家の裏を横を通って、はい、庭から入ろうと思って、はい、庭の方は開いてたんで、はい、でそこで回って庭の方こう入って自分家の庭でふっと見たら、そのブランコがあったんですね、はい、あの遊具が、はい、ゆりかごみたいになってるブランコがね。でそのブランコがあったんで、そのブランコの上に落ち武者の生首が乗ってたんですよ。本当に落ち武者の生首が乗ってて、はい、
それがぐーっとこっちを向いて、こっから血を垂らしながらニヤって笑ったんです僕。で、ものの2秒とかそのぐらいだったんですけど、ってなってギャーギャーと声も出なく、そのまま近所の宮沢くんという友達の家に逃げ込んで、宮沢くんが勇気のある子で、じゃあ俺見に行ってやる。すごい。めっちゃ怖いの。見たら、え、で、何もなかったよって。え、って言って帰ったら、確かに何もなかった。でも見たのは確かです。確かで。ちゃんと見た。見ました。ね。はっきりと。ただ僕は、なんかその、ほら、よく見えるっていう人の見え方っていうのにすごく、どんな風に見えたの、どんな感じに見えたのっていう聞くタイプで、で、僕もそれを自分で思い出すんですけど、僕の場合は、リアルの空間の中に、そこだけ、生首だけ、なんと劇画タッチっていうのかな、アニメ、劇画をアニメしたような、アニメ化したような、結構、色彩鮮やかに、あったんですよ。それがあったんです。なるほど。でも僕だから多分おそらく子供がたまに見る原始幻の、視界視力の視、原始といういわゆる、そういうやつの類だったのかもしれないなと思って、じゃあそこはどこから出てきたのかなって思ったら、当時昭和だったので、まだ割と時代劇とかで晒し首のシーンとか平気であったんですよね。あったんですよ、だからそういうものが焼き付いていたのかな、とも思うんですが、あと近年になってもでも、いや、もしかしたらいろいろ考えて、あの時、庭に本当に誰かがいたんじゃないかなってことも最近考えるようになって、というのは、その生首がニヤッと笑ったんだけど、ある意味ちょっと気まずそうに笑った感じがあって、で、僕の家は当時下宿をやってたんですね。で、その頃下宿の学生が降りてきて庭に行って、で、うろちょろしてて、そこの下宿の息子に見つかって気まずく笑ったんじゃないかなっていう。なるほど。とか、あるいはそのゆりかごのブランコをなんかふざけて乗ろうとして、首が引っかかったんじゃないかなとかね。それで気まずく笑ったんじゃないかな。ニヤッとして。なるほど。で、その顔の部分だけ注目しちゃったってことですよね。かなとも思うんですが、でもやっぱり生首だったんだよな。なんとなく落ち武者だって思ったわけですよね、きっと。もういわゆる本当にこのザンバラ髪になったら、ね、落ち武者ですよね。なかなかその時代でもその髪型みたいな感じにしてる人っていうのはあんまいなかった。ない、まさかそれはいないでしょうね。そうですよね、ってなってくると。でもよく言われるじゃないですか、その400年説、幽霊400年説。そうです。400年経つと、その幽霊はもう成仏しちゃうって今最近言われてるんですね。400年なんで、どこで言われてるんですか、この界隈で言われてるんですか。僕も何かのマジか、知らなかったで、それから考えると、昭和40年代ってことは、そこから400年前ってなると、どれぐらいですか、江戸時代、戦国時代、まだ1500、60年だと思う。だとしたら、落ち武者はまだね、そうだね、出てきて、400年、OK な、ギリギリ年代なので、おかしくはないとかなのかもしれないですね、きっと。それがもう最近だと、本当に落ち武者の例とかは全く聞かないんですよ。聞かないですね。はい。ね、投稿いただいたお話とかも。聞かない。はい。少なくなって、ね。ただそれをテレビメディア、テレビに限らず、メディアと幽霊とかそういう不思議現象の目撃ってすごくシンクロするところがあって、結構前のムーに、あのムーミン広場に猫バスを見たっていう投稿があって。面白いですね。だからやっぱりもう今落ち武者とかはテレビ出ないでしょ、映画でも出ないでしょ、出ないですね、確かに。あの八幡村の再放送ぐらいでしか出ないじゃないですか。そうですね。だからそれを思うと、だから今の人たちは猫バスとかはジブリは浴びるほど見てるわけですよ。はい、確かに。だからもしなんか原始として見るんだったらば、落ち武者よりも猫バスを見ることの方が多いのかもしれない。
そういうことか、刷り込まれてね、どん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 、慣れ親しんで頭の中、うん、脳の中に入っているものっていうのは、うん、確かに現代はそうかもしれないですよね、うん、ですね、分かんなくてね、いやね、なんかお話ししてるとやっぱちょっと他の方とは違った角度で、うん、そのお話を解説していただけると僕ら思ってるんですよ、明さんが。確かに。その僕いわゆるビリーバーでも否定派でもなくて、会議派っていうそのね、はいはい、オカルト現象について疑ってかかるっていうか、はい、検証していこうっていう派閥もあるんですけど、はい、それですらないっていう、はい、なるほど。もう王権さんなんですよ、存在が。単に面白がり、オカルト、はい、面白がり派で、はい、なるほど、なんですよ、はい、でも最近まあ、こう今日も読んでいただいたりとか、はいはい、今ムーで連載させていただいたりとか、はい、ちょっとこうオカルト界隈の人とか、はい、こうつながることが多くて、はいはい、ちょっと洗脳されてきたのか洗脳ですか今までの立ち位置みたいなものがってことですよね、割とあんまり、うん、なんか突拍子もないことを言い出す人がいても、あるかもしれない、なるほど、洗脳されてる、思うようになってしまって、やばいんですよね。で今日ね、ちょっと我々、はい、いくつかですね、お話をちょっと大家さんに聞いていただいて、大家、はいはい、さんの考察といいますか、ちょっとお考え聞きたいなと思っておりまして、はい、じゃあちょっとね、僕モーモーの方からちょっとですね、はい、お話、ちょっと不思議な話で、うん、UFO 絡みの、あ、 UFO 大好きです、うん、そうですよね、お話なんですよ。で僕が実際にこれ投稿というか取材でいただいたんですけども、うん、梅子さんという女性の方なんです。でこの方九州にお住まいの30代の方なんですけど、この梅子さんというのがご自身とお母さん、そして娘さんと3人いる状況で UFO を見ちゃったよ、うんうんうん、そういう体験あるんです、うん、どういうことですかって言ったら、福岡県の恩賀川っていう川があるらしいんですね、うん、直方市に恩賀川ってすごく大きな川がある、うん、でその川では毎年夏になると大規模な花火大会を行われるってところで、うん、その日梅子さんと梅子さんのお母さん、うん、で梅子さんのお子さんの次女、うん、この3人でその恩賀川の花火大会に行ったと、うん、で河川敷にビニールシートを敷いて、まあ、場所取りみたいな感じですよね。で数時間後に花火が始まるっていうところで、そのビニールシートの上で3人で、こう横になって花火が始まるのを待っていた。でなんとなく横になりながら空見ていたそうなんですよ、うん、はい、で空見ていたら花火が始まる数時間前だから、だいたい午後3時頃だっておっしゃってましたけど、うん、いわゆる UFO みたいな真っ黒い楕円形の物体っていうのが、うん、はい、東の空に現れた、うん、あれ UFO じゃないと思ったら南の方にスーって飛んでいった、うんうん、あ、 UFO いたって言って、お母さん、横のお母さんとかと一緒にいたよねって話してたら、またその UFO が南から西にスーって黒いやつが飛んでいった、うんうん、でこの西から南、南から西っていうのを5往復したそうなんですよ。5往復、めっちゃ動いてるなと思ったら、うんうん、いつの間にかその UFO がパッと自分たちのもう上空5メートルぐらいの距離に真っ黒いいわゆる UFO が来たそうなんですよ、うん、でうわ UFO だと思って隣の人とかに知らせようと、うん、で自分たちのビニールシートの隣もう1メートルぐらいのところに人がいるんですけど、うんうんうん、UFO がいます、うん、UFO がいますって言ってももう声になってないとか全く気づいてくれないんですって、うんうん、えどうしよう、証拠が残せないってなって、はい、そこで買ったばかりのビデオカメラで撮影したと、うん、でピッてなってレックのボタンを押して2秒ぐらいにパキッて音がして撮影できなくなっちゃったんですって。ああ壊れちゃった、どうしよう、うん、って思ってたらいつの間にかその UFO がスーってどっかに行ってしまった、はい、でやっとその状況から、まあ、解放というか、うん、梅子さんもお母さんもものすごくもうドキ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 してて、え、今の何だったんだろうってなって、で周りの人とかも全然気づいてないから見てはいけないものを見ちゃったんじゃないか、ちょっとドキドキしてる、でもこの後花火があるからちょっと気分を切り替えようってなって、梅子さんは自分のその娘さんを連れて屋台がいっぱい出てるからイカ焼きとかかき氷を買いに行ったそうなんですよ。でその時にまあ場所取りもやってますから、お母さんだけそのシートの上で座って待ってたんですって。でいろいろ買って戻ってきたらお母さんがこう呆然自失の状態でビニールシートの上でパーってなってるんです。でお母さん、お母さんって言ってあーってなって、いや今あんたたちが買い物に行った後一人で待ってたらまたあの UFO が来たのよと、
またあの UFO っていうのがお母さんの目の前に現れて、その UFO の中から無機質な手のようなものが出てきたと。で、手のようなものができて、あ、私さらわれると思ったらあんたたちが来て、その UFO がパッて今消えたのよ。あら、何だったんだろうこれ、うん、で、まあお母さんも嘘言ってるとも思えないし、梅子さんも実際見てるんで、うん、で、お母さんがちょっとあまりに怖いって言うんで、うん、お母さんも花火見ないで帰ると、うん、で、梅子さんとお母さんっては同居してるわけではなかったので、うん、お母さん一人で車を運転して帰っていったと。で、梅子さん的に夜になって花火見終わった後に心配だったから、お母さんとこう連絡したんですって、うんうん、電話かけて、お母さん無事帰れた？大丈夫？って言ったら、うん、帰れたけど、うん、大丈夫かどうか分かんないと、うん、今後何かあったら、私に何かあったら覚えといてねって、なんかちょっとなんか意味深なことを言うと。だからお母さんもなんか UFO に見つけられてしまったってことがすごく怖かったそうなんですよ。で、この後特に何事もなく半年が過ぎるんですね、うん、で、半年が過ぎた後にこの梅子さんっていうのがこの九段の出来事もちょっと忘れていた頃です、うん、また同じ町内にあるでっかい公園がある、通い町公園という公園がありまして、そこに自分の娘さんとかを連れてご飯食べに行ったんですって、うん、で、その日は晴天で、お昼頃にその公園に着いて子供たちが遊んでる、うん、で、まあ、木製のベンチかなんかに座って、まあ、お昼のご飯を出して綺麗な天気見ながらさ、ご飯食べようと思っていたら、なんか天気がちょっと曇り出したと、うん、あ、いきなり曇り出したな、ちょっとパラついてきた、うん、あ、ちょっと帰ろうかなと思って帰り支度を始めたら、また上空にあの半年前に見たとおぼしき、うん、あの黒い UFO が今度は3機現れたんですって、うん、で、3機現れてこっちの方にスーって飛んでくると、うん、で、これは怖いと思って、うんうん、なんか自分がマークされてると、うんうん、あの時のことを思い出したんで、急いで子供を連れて車を運転してお家に帰った、うんうん、で、そこでその時もこれだけだったんでしょ、うん、前回見たやつが3機に増えて私のことをマークしてるんじゃないか、うん、そこはすごく不安だったそうなんですよ、はいはい、で、この出来事から何事もなく1年また経つんですね、うん、で、1年経った時に衝撃的と本人はおっしゃってる出来事が起こりまして、うん、その日梅子さんがですね、午後からパートがあると、うんうん、パートがあるので午前中は家事を早めに終わらせて自分の自室のベッドでゆっくり寝ようと、うん、昼寝しようと思ってたんですね、うん、で、その時に普通に家事とかを終えて自室のベッドで横になっていたら、なんか寝てる途中に電磁波、電波のようなギーンみたいな砂嵐とかのザザザザザっていうなんか違和感のあるような音が耳元でしだした、うんうん、で、すごい耳が圧迫されてる感じがするんです、うんうん、あ、この感覚なんだろう、すごく気持ち悪いなと思ってパッて目開けたら、ブラウン管テレビが故障した時のような画面に自分の部屋が見えるんですって。鮮明に見えない感じがする。え、なんでこんな感じで見えるんだって急にこれ金縛りになっちゃったんですって。あ、動かない、どうしようってなって、目と首だけが動くことが分かった。こうやってなんかこの部屋に異変を起こして誰かいるんじゃないかってキョロキョロしてったら、ベランダに目が行って、うん、ベランダに宇宙人いたんですって。宇宙人ね、はい、で、ここから話すことを梅子さんは頭がおかしいと思われるから誰も言わないでいたと、うん、だけどお話ししますってことでお話してくださったんですけど、そのベランダにいわゆる普通のグレータイプの、うん、目が大きくて、うん、口と耳はなかったそうなんですけど、体長1メートルぐらいのエイリアンっていうのがベランダにぼーっと立ってこっち見てるんですよ。うわーと思って、怖ーって思ったら、その存在が多分テレパシーのようなもので、こっちに意思を伝えてきてるんでしょうね、はいはい、向こうの言ってることが分かったんです、うん、で、そいつが第一声というか言ってきたことっていうのが、そろそろ帰るって聞こえたんですって。マジか、なんだと、うん、そろそろ帰るってめちゃめちゃ怖いと思って、うん、瞬間的にさらわれると思ったから、うん、いや、私はこの場所でやることがたくさんあるんですと、うん、勘弁してください、勘弁してくださいってことをずっと頭の中で、口には声に出せないので、うん、ずっと思っていた、うん、で、そうなってるうちにその存在っていうのはまだずっとこっち見てるそうなんですよ、うん、で、このままだと自分は絶対にさらわれてしまうと思ったから、その時に旦那さんがですね、うん、違う部屋で在宅でお仕事してた日なんで、うんうんうん、旦那のところに行こうって思ったら体が動いたんですって。で、体が動いて旦那さんの部屋に行こうと思って自分の部屋の扉開けたんですけど、なんかもう体が無重力のような状態になっていると、はっ
なんか力、なんか夢の中の動きのようにはっきり動けない、うん、なんかね、だからその宇宙人が自分の背中から吸引しているような、スーって掃除機で吸ってるような感じで前になかなか進まないんですって、うん、だけどもこのままじゃ自分はやばいと思ったら頑張って頑張って移動して旦那さんの部屋前ついて、部屋ガチャガチャガチャって開けたら旦那さんがデスクに座ってパソコン打って仕事をしている背中が見えたんですって、うん、あ、旦那がいる、旦那が助けてもらおうと思って、その背中越しに仕事してる旦那さんに、今私の部屋にエイリアンがいてっていうことを必死に話したら、うん、その旦那さんがパソコン打って言ってパタッと止めてくるってこっち振り返ったら、うんうん、全く違う赤の他人だったんです , 笑っちゃいけない、そうなんだ、うん、もう知らん人だった。男性ではあるんですけど、人間なんですけど、うん、旦那じゃない全く違う男性がそこにいて、うん、あの、だから言ったでしょ、言うこと聞かないからって言って、そこで意識がパッてなくなったんですよ。で、次気づいたら、旦那さんのお部屋の前で倒れて気絶していたのか寝ていたのか分からないけど、そのような状態になっていた。で、実際旦那さんがおいおいってなって起こされて、へってなった旦那さんがいて、いつも通りの旦那さんなんです。いや、今こういうことがあって、うん、そんな当然信じてもらえるわけ、うんうん、何言ってんのバカ、寝てて寝ぼけたんだろうみたいなことを言われてしまったんですと。で、その件があってからまたあの黒い物体を見るっていうことはないんですけど、うん、あれは夢だったのか何なのか、でも夢とは思えないし、私は今でも UFO みたいなものにマークされてるんじゃないかってことを、ちょっと心の中で怖いなと思った上で過ごしてるっていう。これは大健さんどういう見解ですか？非常にその、なんだろう、こう逃げるとかウルトラセブン的なものを考えてましたね。映像としてね、ウルトラセブン感あるなと思って、はい、うん、そのあの宇宙人がね、はい、言う言葉とか、はいはい、でもなんていうのかな、そういう UFO 現象とかモスマンなんかもそうだけど、はい、不安の象徴として出ますよね。あ、なんか、うん、はい、そうね、その不安の予兆というか、はい、これから何か得体の知れないことが起こるよっていう、うん、その前兆として、うん、起こるもの、まだちょっとビリーバー的なスピリチュアルなことを言うかもしれないんだけど、はいはいはい、結局人間はそういうものを多少なりとも察知する能力があるのかもしれないですね。あ、でそれをでもうまく、視覚で捉えることができない、うん、いう場合にそれが UFO であったりとかモスマンであったりとか、うん、そういう妖怪でも何でも、その逃げようとして進まなかったっていうところは、水木、しげる先生がね、ね、あの戦地で、ね、あの塗り壁にあったって、はい、うん、進めなかったっていうのと、はい、なんかそういうことも、でもね、最近ちょっとね、はい、ちょっと本当僕やばくて、最近ビリバーっていうか、はいはい、もうその洗脳されまくってるじゃないですか。洗脳されて、最近ね、そういうね、はい、いろんな人がオカルトのこと言ってると思いますよね、はいはいはい、なんか分かってきちゃったんだよな。あら、あれ分かってきたんだよ。ああ、いいですか、いただいて。宇宙人もなぜ、はいはい、宇宙人がほら、あの人間さらうじゃん、はい、アブダクション、はい、アブダクション、あれはね、多分ね、人間のね、肉体を狙ってんじゃないんですよ、霊体を狙ってんですよ。霊体を狙っている。ほう、霊体を狙ってんだよ、はい、ほう、それはあのね、ムーにも持ってったけど、はい、海苔の産地があって、はい、そこで UFO がいっぱい出たりとか、はい、宇宙人出たりするんですよ、はい、なんでだか分かります？宇宙人は海苔を狙ってんだ。海苔、はいはいはい、海苔のエキスが、はい、あの宇宙船を動かす、はい、あのエナジー、笑っちゃった、笑っちゃった、乗ってたよ、ムーに乗ってたよ、ムーに乗ってますから、ムーに乗ってたから、大好きですから、いや、そうですよ、斬新な説だった、ノリを狙ってんすね、ノリ狙ってんすね、だから、はい、大概、なんかこう、エネルギーを狙ってるわけですよ。あ、で、宇宙人は、人間の霊体を狙ってるわけ、はい、エネルギー、何のエネルギーかっていうことですよね。ほー、今日は言っちゃいますよ、はい、お願いします。はい、なんかね、分かってきたの、はい、うん、結局、はい、超能力って各国が軍事利用しようとして研究してきたっていう歴史が実際あるでしょ、はいはいはい、ありますね、アメリカのやつとかソ連のやつとか、はい、もう明らかにあるの、日本もあると思う、はい、でもこと例に関しては、はい、あんまり軍事利用しようって
っていう話を聞かないですね。聞かないですね。例の軍事利用っていうのを今いろいろ考えてるところがあると思うのね。なるほど。それが宇宙人の手で偽装して。なるほど。なるほど。いや厄介なやつ来たんだけど、いやでもいやそいやなるほどすごく面白いと言いますか、うん、そうだと怖いなって本当にちょっと思いましたね。だから、はい、大島テルはい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 、はいね、あれとかで自己物件とかこの分けあり物件はいはい、ねはい、がいろいろ話題になってるじゃないですか。なってますね、はい、あれねもっとね分けあり物件を探してるところがあるんですよ。ほうほう、うん、ほうだからこれ絶対あのネット的に探すと出てきますよ。はいはいはい、多分某国が、はい、の偉い人が狙ってる、はいうん、そういう訳あり物件、訳あり物件を、ほう、うん、その霊体がいっぱいあるから、あ軍事利用するために利用する、はあ、ね、その霊体をどういうふうに軍事利用しようとしてるかっていうと、はいはい、あ多分ね、はい、核エネルギーですね。かかあの核だから。例、はい、を利用した核爆弾っていうものを誰か分かったんだと思うよね。あオッペンハイマー的な人が、はいうん、ちゃんと使えるぞ、うん、今オッペンハイマーが、うん、そんな昔でもないけど、まあまあそうね、今オッペンハイマー、はいはいはいうん、これだっつって霊体だ、うんうん、だからこれは前田明さんもよう言わないと思うけど、はい、多分ねだからこうやってね検索してんのよ日本のそういう物件をでこのここは、はい、もうやばい霊、はい、あのパワーの強い霊があるから、はい、それだけそのあのエネルギーに使えるからって言って、はい、なんかこう探してんじゃない今え。そうなったらこの YouTube でその霊感強いとねこう言われてる人たちがどんどんいなくなってったらほんまに怖いよね。そのどこに幽霊がいるか分かるから。そう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 、そうですよね。そういうことになります。今はだから泳がされてるんですよ。我々もそう泳がされてるんですね。今ね上から明らかにその YouTube そういう、はい、なん霊感 YouTube とかも、はい、ほらもう飽和状態じゃないですか。そうですね。たくさんありますね。バンドブームかって感じです。いやそうですね。いや本当にそうですよ。だから、はい、ここからもう崩壊の糸をたどるんですよ。そうですよ。崩壊するんですかここから。でもそれは引き抜かれると思う。ほう。怖いけど。すごい。すごい見解。はい。うん。ある時こう来ますよ。スカウトが。スカウトが。スカウトならいいけどさらわれるやつ、ね。さらわれる可能性ありますよね。ああ全然。朝袋かぶせられて。いや怖い。長いことチャンネルやりましたけど、はい、今の説を唱えたら大げさ初めてでしたね。いやそうなんですよ、めちゃくちゃでしょ、はい、いやこれすごい被らないでしょ、いなかったです本当に。いやすごい面白いお話。でも、はい、その霊体の軍事利用っていうのは、はい、霊エネルギーの軍事利用っていうのは、はい、やっぱり考えてる人はいるんですよね。中にはいると思いますよ。でも、はい、真面目に扱ってこなかった、うん、そんなに、はい、あの超能力に対してなかったでしょ、うん、はい、そうですね。でもね、俺ね、なんかね、これからだと思うんだよね。あやっぱりプーチンとか気づいてると思うんだよね。あ、行っちゃったうかつに。あら各国の上の人は何か気づいてるっていう説は昔からありますからね。そういうのでこのことはさ、はい、まださムーにもさ飛鳥昭雄さんでさえ書いてないでしょ。それはもう、ね、ムーヤ飛鳥昭雄さんでもそれはと思ってるんですよ。神木慎一郎さんも書いてらっしゃらない。先生も書いてらっしゃらない、ね、書いてらっしゃらないから大げさだけだと思います。でも俺が突然ムーか関東特集で総力特集やりましょう、ね、総力特集でやりましょう、なんかもう、ね、世界各国の、はい、世界各国が例の軍事利用を考えているっ て, 言ってさ日本の物件を狙っている秘密みたいな、うんうんうん、そうなんとそのプーチンの傘下であるどこどこが大島テルを検索していくということなのだっていう大島テル拉致されるおもろい展開な。面白いな。で各 YouTuber がどんどん消えていくんですよこれから。いろいろ情報知ってるから、そうですね。でどうもおかしいっていうふうに調べていったら、
なんかもうやばいですよ。ですよね。いやだからもうテルさんと周平さんあたりが拉致されだしたらいよいよですよね。いよいよですね。情報いろいろ知ってるから。スミさんあたりもね。スミさんも消えるかもしれない。スミさん危ないよ。スミさん危ないですよね。知りすぎてるから。スミさんは危ないですよ。